ってきます。はじめまして、こんにちは、有賀智美です。今日から YouTube チャンネルを始めることになりました。よろしくお願いします。パリは今日からお店やレストランが再開する日となっています。なので今から私の大好きなデパート、ボンマルシェの中に入っている私がいつも通っているネイルサロンに今から行ってみたいと思います。それでは行ってきます。雨が上がったばっかりなのでとってもいいお天気です。今から歩きます。今街を歩いています。ここはパリの7区というところで、日本でいうと表参道や青山みたいなイメージだと思います。パリの中で私が一番好きな地区です。今日からレストランが再開するのでテラスがたくさん出ています。今はルールバックという駅の近くを歩いています。この辺りはいろんな可愛いお店がたくさんあるのですごく大好きな地域です。パリの中でもこの地域はもう地面がとっても綺麗なのですごく歩きやすい通りです。私の大好きな、靴屋さんです。私は、お家のルームシューズはいつもこちらで購入しています。チラリー、テラスがたくさん出ているので嬉しいです。いい天気です。私の大好きなチョコレートのお店です。日本に帰るときにはいつもこちらでチョコをたくさん買って帰ります。お店がまた再開、今日から再開しているのですごい街に活気が溢れている気がします。私の大好きなアイスのお店です。7区にいらした際にはぜひ。ボンマルシェまであと少しです。というかもう目の前まで来ております。この左側がボンマルシェの洋服とかが売っている本館で、でこの右側がボンマルシェのグランエピスリーという食料品館になっています。ボンマルシェの正面玄関です。今はこちらのイベントがやっているそうです。ボンマルシェの店内です。ここはいつも催し物をやっている場所です。私の大好きなブランドです。ボンマルシェの洋服のコーナー、ここが一番好きです。ボンマルシェデパートの好きなところはこのオレンジ色のハンガーにかかっている洋服は全てボンマルシェとブランドの限定コラボになっている点です。いろんなところでセールが開催されてます。このパトーは今パリで流行っているアパレルブランドです。色合いがとっても可愛いです。可愛いトップスをイザベル・マランで見つけました。悩みます。久しぶりのお買い物です。到着しました。私の大好きなネイルサロンです。とにかく色が本当に可愛いです。私はキュアバザーの、この赤色が全部大好きです。なんとも言えないとってもパリらしい色合いになってます。
今から最初に色を選びます。おすすめありますか？明るくなってきたから、はい、赤色のどれかにします。私がいつもネイルをお願いさせていただいている日本人のアイさんです。こんにちは。私はこのキュアバザーの、ハンドケアをする時のこのビニール袋、ビニール手袋に入っているハンドクリームが大好きで、これはすごい保湿されるのでおすすめです。日本だと伊勢丹新宿デパートとか、あと銀座シックスとかでキュアバザーは購入できると思います。アイさんにネイルをしてもらっています。アイさんはいつもとっても綺麗にしてくれるのでいつもお願いしています。アイさんはパリに来てどれぐらい経つんですか？5年。ということで、アイさんはパリの大先輩です。パリは今日からお店が開きましたけども、ゴマルシェも今日からですよね。やっぱ予約いっぱい入ってます。午後はちょっと空きはあるけど、朝はね、こうやって知ってる人は、そうだよね、やっぱり久しぶりに行くことになって、絶対みんな待ってたもんね。ね、どれぐらいお店閉まってた？3ヶ月半か、長いよね、やっぱりね。長かった。今からつけます。私の大好きなハンドクリームです。これ本当に画期的ですよね。今からこの指先のところをこうやってクイッと切って施術していただきます。指先のところだけ切るので、こうネイルのケアをしていただいている時に手を他の部分は保湿することができます。あ、久しぶりのネイル嬉しいです。ケアしていただいてツルツルになりました。ね、なんかさっきいろんなフロア見たらセールがいっぱい始まってたから、もうね、夏のセールなのかね、これは。結構 30% オフとかに、ね、なってたからびっくり。在庫がね、多分待ってるよ。そうだよね、在庫が多分売れてなかったから、在庫がたくさんあるんだよね、きっと。今日絶対みんな買い物するよね、やっぱりね、久しぶりのデパートで。ビニールを取ってもらってマッサージをしてもらっています。気持ちいいです。このアイさんのマッサージが大好きです。色を悩み中です。どうしましょうね。なんかいつもこの右側のちょっと暗い、そんなに暗くもないんですけど、この赤色のスティレットというのが好きで、でも今もう夏になるので、この左側のラブという赤色も可愛いですよね。悩む、どうしよう。じゃあ今日は茶色のコートを着てるので、スティレットをおすすめされました。ありがとうございます。じゃあ今日はスティレットにします。まずはベースコートを塗ってもらいます。キュアバザーのネイルのいいところは、妊婦さんでも使えるぐらいとても優しい成分でできているところが大好きですね。ノンケミカルだもんね、キュアバザーね、素晴らしいよね。オーナーの方が有名なモデルさんと一緒に作ったブランドなんだよね。その方の妊娠出産を機にこのブランドが誕生。スティレットを塗っていきます。大好きな色です。このスティレットの色は好きすぎて家にも何本かストックしています。あとこのね、スティレットの赤をつけているとよくパリのマダムにどこの色かって聞かれます。あー、すでに可愛い。ネイルが終わりました。とっても綺麗な色にしていただけました。
愛ちゃんありがとう。またね。バイバイ。お腹が空いたので今からランチを食べに行きたいと思います。メニューです。ご飯を食べて待っているところです。私はカフェを食べます。久しぶりのカフェです。いかがでしたでしょうか。今回は私の大好きなネイルサロンをご紹介させていただきました。それではまた次回。